はい、じゃあ、まいまい迷子園の続きやっていきましょう。迷子だ。迷子になっちゃったよ。何をするんですか。あとはこれ、ルミ先生に話しかけて今日お休みなさいじゃなかったっけ。そう。一応周りのことも話せるっけな。あ、ほんと？ほんとだ。どうしたブラック、ヒーローの助けが必要なのか。ああ、なるほどね。ここでプレゼントあげるにすると、うん、上の好感度が上がって、うんうん、いいことがあるよってやつ。うお話すれば普通にお話できる。なるほど、お話ししよう。あ、そんなことない。お、わかった。ちょっと好感度上がった。うん。明日こそキラキララビリンスを攻略だ。ヒーローは逃げも隠れもしないぜ。いいね。いいね。なんだよ。あ、かわいい。心配しなくてもこの辺にいるって。ほっとけよ、岡田。岡田。お疲れ様です、岡田先生。何も起きなくてよかったです。私は推薦された身、明日も誠心誠意頑張ります。あ、好感度の上がり幅がでかいね。ハヤテ君、ちょっとまだ全然心開いてくれてないわ。まだだったね。どうかしたの？変な場所がいっぱいだったね。優がメダルを使っただけだったけどな。はあ。はあ、はあ、あれ、どこか、まあ、もういないか。あと中にもいるかも。ああ、中か。じゃあ、ルミ先生に話しかける前にみんなと話せばいいのか。うんうん。何？別に怒ってない。大丈夫だから。全然好感度上がんなかった。ね。あ、みんなゼロだもんな、この辺。僕にはこの状況、理解できません。不安要素がたくさんありますが、皆さん割と前向きですね。見習わなければ。お、ひかるちゃん。ゆう先生頑張ってね。こっちは私とルミ先生でうまくやっとくから。マリア大丈夫かな。私がしっかり見といてあげなくちゃ。かわいい。かわいい。ああ、いたわ。ちょっとすごいスルーしちゃった自販機にお菓子いっぱいなのら、ジュルリなのら、でもメダルを使っちゃうからムムなのら。かわいい。かわいい。わたるくんも相当かわいいな。うん。ユーロピアもなかなかアーティスティックね。私ほどじゃないけど。うん、素敵な眉毛してるわね。確かに。アルティメット砂団子を作ってそれを証明するから、ちょっと待ってて。あー、なるほど。砂団子芸人で間違ったわ。砂団子、言えなかったわ。美術、芸人しか出てこない。まずい。にゃかわいい。笑顔、笑顔ってことかな。そうだね、ダイヤ。かわいい。一応これ癒されるね。あ、無理か。癒しですわ。はあ、こんなことになるなんて最悪。ずっとこんなとこにいたらお肌カサカサになっちゃう。先生責任取れるの？責任。かわいい。ここはバズりそうなものの宝庫です。でもネットに繋がらないです。プーチューブにアップしたい。あ、なるほど。キッズ用スマホとかをまどこちゃんにあげるのがいいのかな。確かに。ヤッホー、大五郎くん。ママ、心配してるかな。デンゴロウっていうとこだった。大五郎です、うん。俺、もうお腹空いてきちゃった。ここ、おやつはないのかな。おやつか。あたつは元気です。おかちゃんもお姉たまも頑張るです。おー、あたつも頑張って待ってます。かわいい。先生、頑張。マリア、可愛いお菓子が食べたいな。あ、お菓子好きなんだ。あー、お菓子、そっか。何がいいんだろうな。僕はこの遊園地、あんまり好きじゃないな。無理にお世話してくれなくても大丈夫だよ。ちゃんとピロシキみたいにしてるから。ピロシキ好きってそういえば書いてあったな。あー、じゃあ、全員に話しかけた？話しかけたかな？かな？おう、うんうん、そうか、勝手に調べちゃうんだな、これ。タップしなくても。じゃあ、ルミ先生、行きましょう。お帰りなさい。大丈夫でしたか？もう自由時間終えようかな。終えましょう。はい。
おお、セーブさせてくれる。ほい。ほい。あ、この曲怖い。怖いね。これでいいんだろ。参加料のメダル1枚、全員分受け取ったデミ。デミ。ああ、今日はおとなしく帰ってったな。おとなしく参加料を払えば、向こうもおとなしいままなんですね。はい。それが分かっただけでもよかった。でもメダルはそう簡単に手に入るものじゃない。あんまり悠長にしている暇はなさそうだな。メダルしっかり集めていかないと。ところで、なんだい。キラキララビリンスの前でも思ったけど、あいつらどこに帰っていくんだ。追いかけたらね。メダルを払った直後ならきっと油断してる。こっそり後をつけていけば、管理者用の扉とか見つかるかも。お、行くのか。どうするの。うわ、あ、そうそう。うわ、なんだよ。追いかけてくるのは、おすすめしないデミ。怖いデミ。怖い、怖い。怖いよ。心読まれてる。お見通しってわけか。確かにあいつらが本気を出したら帰り討ちに会うだけか。うわ、ご飯の準備もできたデミ。夕飯もちゃんと用意してくれるんだ。優しい。デミデミ、おとなしくしてれば可愛いままなんだよな。おー、もうお腹ペコペコだぜ。緊張感のないやつだな。夕飯だってあいつらが用意した。あら。子供だね、まだまだ。うん、お腹の虫が。私ももうお腹がペコペコで。早くご飯にするぞ。そうだよな。みんな今日は歩き回って頑張ったもんな。俺もお腹減っちゃった。もう我慢できねえよ。あたちもいただきます。夕飯食べよっか。朝ごはん食べた後にお腹痛くなったりもしなくな、あ、お腹痛くなったりもしなかったし、せめてご飯くらいしっかり食べないと持たないよね。うん、ええ、皆さんご飯にしましょう。まあ、千と千尋みたいな感じで、化け物になることはないから、多分。それはそれで嫌だな。みんなデミデミ言っちゃうってことでしょ。そう。嫌だ。カエル卵増殖バグが。増殖バグ。よいしょっと。なんか目が覚めちゃったな。体は結構疲れてるつもりなんだけど、いろいろ考えちゃって頭が起きてるんだよな。うん、あるね、そういう時。眠くなるまで夜風にでも当たろうかな。大丈夫か。出るか。外に出ましょう。ああ、いるわ、ルミ先生。どうしたんだ。先生。あれ、ルミ先生。ユウ先生。ルミ先生も目が覚めちゃったんですか。実は俺もなんです。ダメですよ。夜はしっかり眠らなくちゃ。私たちは子供たちの前で疲れた様子を見せるわけにはいかないんですから。そうですよね。俺たちが不安そうにしてちゃ、子供たちはもっと不安になっちゃいますよね。そうだ。今日、キラキララブリーズってアトラクションを探検隊のみんなで見つけたんですけど、挑戦したいシンニアと、あ、シンタと興味がないハエテって感じで意見が割れちゃったんですよね。ルミ先生はどう思います？挑戦するのってありだと思いますか？アトラクションですか。今日のカエル卵たちの様子を見るに、私たちがルールに従ってさえいれば、乱暴をしたり
危害を加えたりはしてこないように感じました。となるとメダルを10枚集めるという相手のルールに乗るにせよ乗らないにせよ、毎日の参加料として払うだけのメダルは数日分必要だと思います。ですよね。個人的にはそうやって相手を怒らせないようにしつつ、警察が私たちを見つけてくれるのを待ちたい気持ちですが、多少はアトラクションに挑戦してメダルを集めていかないと持たないでしょうね。私は賛成です。また明日の朝みんなの意見も聞いてみましょう。わかりました。ああ、それを聞いて安心しました。俺、何かを選択するっていうのが昔から極端に苦手でして、なんというか選ばなかった方を捨てるのが怖いというか、今日ももし俺が自分の意見をもっとズバッと決断できていたら、もうちょっとうまくみんなを導けたのかな、なんて思ったりしてました。こんな状況です。慎重になりすぎてしまうのも無理のないことだと思います。海先生、私だってそうですから。でもあえて言うなら、ゆう先生、もっと自信を持ってください。ここではきっと私たち大人が何かを選んで決断しなければならないこともあるでしょう。俺たち大人が選ぶ。そうです。その時自分の選択に責任を持てるように、その結果が良いものでも悪いものでも自分が選んだものを受け止められるように、そういう心構えがきっとこの先必要になります。うん、そうですね。そうだ、アトラクションに挑戦するのならこれ持って行ってください。え？メダル？マジ？これルミ先生のメダルじゃないですか。休憩所にいる私は集金以外でメダルを使うことはないですから。普段は1枚持っていれば十分です。残りはユウ先生が役立ててください。ああ、でも一時的に預けるだけですよ。使わなかったら返していただけると。もちろんですよ。そういうことなら預からせてもらいます。それと、シンタさん、ハヤテさんです。子供たちのさん付け、こんな時でも忘れちゃダメですよ。すいません。ルミ先生、はあ、なんかルミ先生に話を聞いてもらったら安心して眠くなってきました。俺、お先に失礼します。ルミ先生も早めに寝てくださいね。はい、おやすみなさい。大丈夫か？ルミ先生？ルミ先生。どうした？ルミ先生。何が、ああ。子供たちの前で、疲れた様子を見せるわけにはいかない。まるで自分に言い聞かせたみたいね。ルミ先生！ああ、疲れてる。こんな変な出来事に巻き込まれて、安全かどうかもわからないものを食べて、保育士の顔で立派なことを並べておきながら、本当はずっと一番に自分の心配をしてる。言えるわけない。これが本当の自分だなんて。いや、人間なんだから当たり前だろ。そうだよ。心配になるよ、そりゃ。ねえ。どちら様？手。お。あ、来て。おう。岡ちゃん起きてってば。
はよう、ライム。起こしてくれるのは嬉しいけど、もっと優しかったらもっと嬉しかったな。そんなこと言ってる場合じゃないです。ルミ先生が、ルミ先生が、やっぱりどうしちゃったの。どうしたのルミ先生、お腹痛いの。はあ、どうすれば。そんなの私がわかるわけないでしょ。これはなんか予想外だった。ルミちゃんが赤ちゃんみたいになっちゃったんです。バブかしちゃった。バブっちゃった。メダル残数。ルミ先生の顔かわいい。かわいい。指くわえちゃって。メダル少なくなるとちょっとやばかったりすんのか。なんだそう言ってましたからね、ルミ先生。ゼロ番になった時はそんなの想像もできません。うん、どうなっちゃうんだルミ先生。ルミ先生、ちょっと朝ごはんは準備中デミ。そうじゃなくて、ルミ先生に何をしたんだ。知らないデミ。そんなわけないだろう。知らないものは知らないデミ。知らないデミ、関係ないデミ。僕テレビで見たことがあります。あれは幼児対抗かもしれません。幼児対抗？幼児対抗です。強いストレスや嫌なことがあると心が子供に戻ってしまうとか。嫌なこと。ルミ先生、私たちのお世話嫌になっちゃったのかな。ルミ先生、本当は子供でいたいってことなのか。いえ、幼児対抗は心の防衛反応と言いますから。頭いい子供多いな。確かに。むしろ本当のルミ先生からは遠いものなんじゃないでしょうか。現実逃避？そんなことないよ。そんなはずは。ルミ先生追い詰められてたもんな。だいぶもう限界だったんだよ。どうしよう、全然泣き止まないよ。ちょっとしっかりしてよ。あんたお世話とか慣れてんでしょ。いっつもマリアの面倒見てんだし。は？何それ、マリアはそういうのじゃない。同じようなもんでしょ、いっつもマリアマリアって。あんたね、いい加減に。ごめんね、ルミ先生。ルミ先生、お腹空いてるんじゃない？でも赤ちゃんならそうかも。ありえる。ユウ先生、ちょうどいいところに。朝ごはんのパン持ってきてくれない？ルミ先生、お腹空いてるみたいだから。ひーちゃん、そうだけどそうじゃないよ。え？ルミ先生は赤ちゃんなんだから、ご飯じゃなくてミルクが欲しいんじゃない？確かにそうなのかな。ミルク？そんなのはあったかな。それに食べるものまで赤ちゃんになるものなのか。自販機に売ってたりしないかな。私、食堂になんかないか探してくるから、ユウ先生はルミ先生のことを見てて。うん。待っててね、ルミ先生。いやー、これのピオスさんが見たかったと言っても過言ではない。なるほど。幼児対抗？あのルミ先生が？いやー、まさかこんなことになるとは。昨日の夜は何度もなさそうだったのに。いや、それとも
あの時点で実はもう限界だったのか。そもそも本当にただの幼児対抗かこれ。いや、そんなことを言っても何が起きたかなんて確かめようもない。もう大人は俺一人なのか。誰も決めてくれないね。うん、自分で決めなきゃいけない時が来るって。はあ、すぐだったね。ねえ、ミルク美味しいね。よかったね、ルミ先生。うん、ようやく泣き止んでくれた。かわいい。ヒカル、その哺乳瓶はどうしたの？食堂の自販機で売ってた。赤ちゃん用のミルクはメダルで買えって、カエル卵が。メダルでって、じゃあヒカル自分のメダルで買ったの？そういうのはユウ先生が出すから。いいよ別に、もう買ったし。ヒカルちゃん、なんて優しい。何何、お湯を入れるだけで何度でもミルクが作れます？何これ、便利だけどちょっと不気味。しまった、こういうメダルの消費もあるのか。これこのままのペースじゃ想像よりずっと早くメダルがなくなるぞ。こうなったらもう一刻も早くここから脱出しなきゃだな。でも今日キラキララビリンスに行くために俺が休憩所を離れたら、こんなことになっちゃったルミ先生や子供たちの面倒は誰が見るんだ。かといって子供たちだけで未知のアトラクションに行くなんて危険すぎる。どうすればいいんだ、どうしよう、どうするんだ、どうしたらいいんだよ。いやー、でもミルクはもう問題ないから、意外と子供たちしっかりしてんだよな。確かに四字熟語使えるし。うん、行こうよ。いやでもそれだとまた悩み始めちゃった。ダメだ、こんなのどっちを選んでも不安が残る。俺の一存で選べるわけがない。休憩所は私が見てるから、ユウ先生と探検隊は出かけていいよ。いいの？まあいいんじゃない。昨日もヒカルが頼まれてもないのにみんなの世話焼いてた感じだったし。お見事でした。お世話されてました。かわいい。それにユウ先生じゃルミ先生のお世話できないでしょ。それはそうかも。わかった、それじゃあヒカル、悪いけどみんなのことをお願いね。はいはい、任せといて。お、ちょっとマリアちゃんが嫌がってそうだな。あ、どうなんでしょう。マリアのヒカルちゃんなのにってなってそう。ヒーちゃんなのにか。というわけで、俺たち探検隊はキラキララビリンスに挑戦してメダルを手に入れに、メダルを手に入れに行こう。ルミ先生やヒカルたちの分まで俺たちがメダルを手に入れないと。なんだ、ルミ先生どうしてこんなことに。ルミ先生のことは心配だけど今は切り替えていこう。さっさと行くぞ。かっこいい。こんなことになってみんなますます不安だよな。もしフォローしたり励ましたりした方がいいと思った子がいたら、俺のメダルを分けてあげるっていうのも一つの手かもしれない。ほう、俺の手持ちメダルのうち2枚はルミ先生から預かったメダルでもある。俺のためじゃなくみんなのために使った方がいいよな。岡田は自分のメダルのうち1枚をプレゼント用として扱うことにした。誰かにあげますこのメダルは。うわー、なるほど。
もし誰かにプレゼントすればもちろん岡田のメダル残数が減ることになりますが、1枚くらいならきっと大丈夫。望むならプレゼントとして使ってみましょう。2回目の自由時間が始まりました。実は現在自由時間中なら頑張り山に再挑戦できます。うまくいけばチケットがたくさん手に入るので、うまくご活用されるのがよろしいかと存じます。なるほど、いろいろできますね。あー、困りましたね困りました。うん。あー、ダイヤ君かわいい。ひょっとして応援してくれてるの？ありがとう、頑張るよ。いい子、いい子だね。一生喋っちゃう ユーロピアもなかなかアーティスティックね。私ほどじゃないけど一緒かな、同じかな。あ、私のクリエイティブの良さだと言ったけど、ルルルルルルね。ねね、ねえ、みんな中にいるのかな、一応話しかけてから行くか。大変だね。ねえ、いやもう本当にこれ疲れてるよ。かわいい、ねえ、かわいい。ああ、めっちゃ辛そうな顔した。うん、プレゼント買いに行くか。お、折り紙セット。変形おもちゃとか、あのあれレッド好きそう。確かに。あ、じゃあもうよし。お、これとりあえず1個でいいか？結構2個ぐらいとかでもいいかもしれない。まあでもわかんない。早いって早いって、怖い怖い怖い。僕もうかつに言えなくなっちゃうやん。よしとか言って先生みたいになっちゃう。あ、今のは言うべきだったのか。いやでもここは僕の一存で決めることができないってなっちゃうから。あれか、じゃあ15を忘れないようにすればいいんだよ。戻れるから。うんうん、確かに。よし、でこれ新谷にどうやって渡せるんだ。渡せないくない？いや新谷にそうじゃん、渡せないじゃん今。なんで答え？あ、でも後で渡せると思う。よし、じゃあ後で渡すことにして。うんうん、再挑戦できるって？再挑戦いきます。メダル1枚減っちゃいますけど。確かに、やめようほらえ、だってこれクリアできんのかな。いや多分クリア用じゃなくてチケット集め用だと思う。そうだよね、絶対そうだと思う。だからどっちかっていうとイベント全部見る用みたいな。んってことは僕は持ってたじゃあ行かない。あ、ここで渡せるか、うんね、あ、どうしたブラック。よし、プレゼントあげちゃおうかな。の前にお話しちゃおうかな。中は迷路になってるんだったな。だがそんなのじゃヒーローは止められない。あげるよ、あげちゃおう。おー、あ、やったーすげえ。おー、これ好きなんだ。さすがブラック、俺のライバルにふさわしいぜ。ってことはもう一個買う必要なかったのでは。あれ、いやいや、でも他に誰か好きな子がいるかもしれない。そうかもしれない。もうこれだってもう超えちゃうもの。超えちゃうね。ねえ、超えちゃう。まあ超えちゃうか。超えちゃうな。いつかのお話の時を待つか。そうしよう。どうしたの。あ、みんなお話ししないと。そうだ、お話はしないと。うんうん。頑張り山はダメだったけど、今度はどうかな。どうかな。どうかな。なんだよ。メダルを集めるんだろ。わかってるって。それならそれでさっさとクリアするぞ。おい。お疲れ様です、岡田先生。今日はアトラクションに挑戦ですね。皆さんの期待に応えなければ。ああ、じゃあ挑戦するか。あの前にすぐセーブしちゃう。いや、セーブ大事大事、本当に大事大事。行くか。行きましょう。もう自由時間を終えて挑戦しようかな。自由時間だったのか。ああ、え、大丈夫だよね多分。うん、特に大丈夫だと思うけどな。よし、行くぜ。迷路苦手です。さて、確か入場料はメダル1枚、中は迷路になっていて、
30分でゴール、ああ、ぶぶぶぶぶ、そうそう。30分でゴールできたらメダル5枚だ。そうだったね、ひなた。なんかちょっと不気味だけど、こんなの楽勝だぜ。ふん。やるならやるで、こんなクソゲーさっさとクリアしてやる。おい、先に行くんかい。あ、はやて、一人で行っちゃダメだよ。待て、俺が一番に行くつもりだったんだぞ。あ、みんな行っちゃう。私ならできる、私なら大丈夫。参ります。ちょっと待って、ゆう先生より先に行っちゃダメだって。あんなに聞かせてたのに。大変だ、早くみんな追いかけないと。先生急げ。急いで急いで、キラキララビリンス行きましょう行きましょう。